色は一緒やで。なんか見た。そうそう。まずな、まず言っていい？いいよ。まだこれ乗ったことなかったやん。そうなの、ノーマルな状態。分からん。まあまあ。カスタムしたのはボトルケージつけて、泥除け、クロスバイク用の泥除けつけて、クロスバイク用のカゴつけて。グリップも茶色い普通のやつからこれにして、でこれキャットアイのミラーつけたんだけど、こんなとこにつけれる。で反対側見るとこんな感じなんやけど、普通にヘッドキャップこれをカッターで切って、切って僕指切りました。それのこと言った。うん、それで指切ってん。ここにだから普通はつけれんってこと？普通はつけれん、工夫しないと。だからちょっとここ雑だけど。で、スマホケースね。これ必須よ。で、ライト。で、サドルも変えた。ちょっと幅広のやつ。うん、あれ細すぎだから、ちょっと柔らかいやつね。まあ、リアライトおまけに反射板と一緒に。ああ。で車輪とか、車輪もロードバイク用とかにしようかなと思ったけど、余ってるやつ今はこれでいいかなって。どうせ毎日乗っていくうちにダメになるし、こういう A 式バルブで今パンク防止剤っていうパンクに強い液体入ってるから、まあ雨の日も乗るし、とりあえずボロボロになったらロードバイク用に変えて、リアを8速の改造に、8速にしようかなと思いますが、とりあえずこれで。グリップも白だからすぐ汚れると思うけど、まあ、これ乗せやすい。で白と黒とピンクに揃えた。最初知っての通り、うん、ピンク黒ブラウンみたいな、もう原型が分からんか。そう、原型が分からんねんそこが問題。原型がないで、もうステッカーというステッカーを全部剥がしたから。やっぱり、うん、ステッカーなんもないよ、一個もない。なんかこんなシンプルな、いやフレームやったっけ。もう全部剥がした綺麗にって思ったのよ。あの防犯登録はちゃんと貼ったる、そこにね。見せれんけど今カメラで。ここ防犯登録以外のシールというシールは全部剥がした。でちょっとまあアーバンっぽく将来的にはしたいんだけど、アーバンバイク、まあちょっと今これつけちゃったから、ちょっとなんかあれだね、あのクロスバイクに近くなっちゃったかな。ちょっと違う理想と。え、普通はこの自転車のジャンルで言うと何なの？アーバンスポーツバイク。スポーツバイクね。一応ね、まあ要はママチャリと同じようなバルブとか使ってたりとか、まあ使ってるけど、なんかママチャリとクロスバイクの中間みたいな印象ないけど。いや、これはクロスバイクだよ。クロスバイクなんや。重量的にはまあそうね、13キロぐらい大体。でもママチャリよりは軽い。そうそうそう。で今後ろにあるクロスターとかだと、まあ10キロぐらいだから2キロぐらい軽い、もっとこっちよりね。こっち、うん、だこっちはやっぱ車輪とかでちょっと重い。ああ、ホイール、うん、ここは重たい。そうね、ホイールかね、どこが重いって言われたら。え、アルミやん。あ、じゃあアルミ、車輪が重い。車輪変えたらもう本格的なスポーツバイクになるかな。もちろん V ブレーキだから心配はないし、まあ消耗してから変える気分で、うん、まずこの状態で乗ってみよう。今はもったいないからさ、7速フロントシングル7速でなってるもんで、将来的には8速か9速にしよう。ギアの幅が広がるから、まあ、坂道とかでも強くなるっていうぐらいで。登りやすくなるの？まあまあ、だからこういう風に大きいスプロケつけたりとか、幅が大きくなるじゃん。今7枚しかないじゃん、選択が。逆やもんな。何を言ってんだよね、今さら。こっちがあれやもんな、乗りたくなるな。
何を言ってんだよ、ね、今さら後ろが特にフロントシングルだから、あの7足でも十分だけど8枚9枚あるともっといいよ、正直本格的に使うとなった時。でもこれはとりあえず通勤用の自転車だから、まあとりあえずこれで、まあ、ほぼ平坦やし。そうで、マミちゃんはロードバイク経験者だからちょっと1個下げといた。この方が固定力上がるらしいので、ちょっとまたがってみて。高さ適当に合わせたから。うん、高さどう？高さ。ロードバイクよりは足がつきやすいから。いや、もっと上げれるよ別に。でもこれでいい？いや、その方がいい。危ない。なんとなくこんなもんかなと思ったけど。どう？いい感じいい感じ。でもヘルメット絶対かぶってってよ、うん、これは。あと荷物乗せるときはね、もともとついてたあの一本スタンド、これね、うん、だからもうバランス崩れて絶対倒れるから、うん、センタースタンドって言って真ん中にね、両立スタンドとか分かるでしょ。今のママチャリ乗ってるやつと違うから、荷物をカゴに乗せるときだけ注意して。でそこが浅いから何か100均の網とかベルト、こういうので押さえ込めば荷物も落ちないし、3キロまで乗るから。動画で言ってるし、動画で、はい、まあちょっとしたそうそう、まあこのクロスバイクが元が 34,980 円を、まあカゴとカゴと泥よけとボトルケージで、8000円ぐらい、ライトで4000円ぐらいだから、まあ5万以内で収まってる改造費で、パンク防止剤もまあ大体まあ1500円ぐらい、まあ、全然4万5000円とかでできるカスタムにはなります。グリップもそんな高くないしね、安いよ4万5000円でこの仕様できちゃうの安い。しかもパンクに強いできる液体ができる A 式バルブだから、ママチャイの空気入れと一緒これは、うん、もちもちフレンチバルブプラススポーツバイクのタイヤに変えればめっちゃ快適な本格的なクロスバイクにはなる、うん、シンプルでいいでしょ、街乗りって感じせん。そうやな、でも可愛すぎるかな、ちょっと自分がピンクがいいって言ったやんか、俺だから黒がいいって言ったのに、白か黒かけどせっかく色あるんやったらと思うけどピンクすぎでしょ、ちょっと可愛すぎて。でもヘルメットはだからあれでいかんといて、ちょっとヘルメットはヘルメット絶対こっちの方でしょ。こっちでいけばいいわ、ちょっとピンクのポックのやつ恥ずかしいから。それはさすがにさ、チャリどうこうじゃなくてあーいい、リブの方がいい。久々にだいぶ久々に被ったんだよそのヘルメット。もうポックばっかでしょ、買ってあげてから。はい、バッチリ。まあパッと履かなくてもケツ痛くならんと思うよ。片道5キロぐらい毎日、まあ、雨の日もガンガン乗っていいよ、何も気にせんでいいわ。もう整備はもう全部しとくで。これ外で、あ、外で保管でいいよ。もう外で保管用で買ったからこれ。鍵どうしたらいい？鍵はもうこれ、これフレームに巻くかスポルトニーやね、アブスでもいいんだけど、これグワってここに巻きとくか、ぐるぐる巻きにするか、ここにこうやってぐるぐる巻きにするか。これ落ちちゃうから、わかる？つなげてつなげて、うん、はい、マミちゃんのニュークロスバイクでした。はい、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。